ました。さあ、徳川家康と服部半蔵、忍者対セントレア、夏の陣、いよいよ残すところあまだわずかとなってまいりました。さあ今日一日、昨日今日とね、本当に皆さんね、このセントレアが忍者一色になってお楽しみいただいたと思いますけども、まだまだ見ていただきたいと思うんです。まだまだ忍者見たい人、いい感じでございます。さあいよいよ本日最後のステージ、当然出てきてくださるのはこの方々でございます。徳川家康と服部半蔵、忍者隊、武将のふるさと愛、武将学校をより一層盛り上げていくため、徳川家康公を支えた服部半蔵を中心に忍者の精鋭たち集められた愛知の魅力を発信する観光 PR 隊です。皆様、ワクワクドキドキする忍者ワールドをお楽しみください。それではご登場いただきましょう。徳川家康と服部半蔵、忍者隊の皆様です。みんな皆様こんにちは。じゃあちょっとどこ見てるんじゃ、こっち後ろの城あるじゃろ、手振っとるじゃろ、こっちじゃこっちじゃこっちじゃ、嘘じゃ。忍者ショーへようこそお越しくださりました。ありがとうございます。さあさあ、これよりは皆様にご覧いただくものは、我ら服部半蔵忍者隊が400年前家康様をお助けした神君伊賀越えと呼ばれる出来事でござります。知っとる家康様知らん？徳川家康様中偉いお殿様がいたんじゃ。ほじゃほじゃ、それお守りさもその方をお守りした忍者でござりまするからの、ちとそのお話の途中で皆にの力を貸してほしいところがあるんじゃ。ええかな、力貸してほしいんじゃ。その力の貸し方、大きなお声を送るっちゅうものでござりまする。大きなお声で半蔵様や家康様にお力を貸してくださりませ。ちとばかりその練習をしてみようと思いまするゆえ、皆様両手を前に出してくださりませ。ほじゃほじゃ、あ、できたるな。そして指を2本指にいたしまする。できたかな。そして指を閉じまする。あ、できたな。そしてここからちと難しいでよう見ててちょうよ。こちらのお手手が下、こちらのお手手が上にして、中にできたかな。これ忍者の刀印と呼ばれるものでござりまする。ちとばかし私めがニンニンと大きなお声を出しまするゆえ、その後に続いてニンニンと返してくださりませ。それが声を出す練習になりまするからの、元気よくお願いいたしまする。それでは手を組んでいただき申して、ええか、ニンニン、その後にはここ中
部の都と歌われし、名古屋の町を作ったのもわし徳川家康じゃ。名古屋の町に行ったことがあるよ、地者手を挙げてみるがよい。ちょうどその者たちはな、我が子供に出会ったようなものじゃ。そう、この名古屋の町というのはな、わしが丹精込めて築きし町である。我が子も同然じゃ。そんな我が子を生み出すためには、まずはわし自身が生き残る必要があった。実はわし徳川家康、命を落としそうになったことがあるのじゃが、この者たちが救ってくれたわけなんじゃな。そう、服部半蔵忍者隊、この者たちは伝説の忍者。なぜ伝説かと申すと、わし徳川家康を救い、この日の本を天下太平に導いてくれた主たちの恩人でもある。そんな忍びの者たちの演舞をこれから主たちはしかと見届ける。準備はできておるかの。できておる者は拍手をいたせ。良い用事やな。では徳川家康と服部半蔵忍者隊、演舞いざ開始じゃ。家康様、半蔵違い。半蔵、お待ちください。囲まれておるな。徳川家康の命を頂戴する。そうはさせん。主君、徳川家康様のお命を我らが守ります。
服部半蔵忍者隊として愛知忍者を盛り上げるのじゃ。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊ここに水産はあ。水源いざ参れ。承知いたしました。我々このようにして鳴海ヶ州と名前にて取り立てられたのでございます。そしてこの鳴海という地から名前から分かるように今の愛知県名古屋市緑区のあたりで取り立てられたんだな、うん、つまりは武将のふるさと。そして昔から愛知には忍者がおったということをぜひ皆様覚えてちょうよ。 We came back to promote tourism of samurai hometown 愛知プリンシー From now we will show youなかなかいたすな。ありがとうございます。そうかそうか、忍者というのはな、もともと忍びと申しての忍んでおる間は勉強をたくさんいたしておったということなんじゃな。ゆえにバテルン語英語も話せるということか。は、学んでおります。なかなかであるの棟梁半蔵よ。は、さあこれよりは忍術披露の時間じゃ。よーこの度はどのような忍術を見せてくれるのかの。さようでございます。これから行うものは忍でございます。はっ、アルファ様忍殿は身のこなしが身軽ゆえ、こたびはこちらにございます石垣を飛び越えていただき、忍者の大切な情報、こちらの巻物ですな、こちらを三平殿から受け取っていただきまする。いや、だいたいあのような高い石垣はちょうどあそこにある子供の身の丈ほどあるな。はい、ございます。あんなものを飛び越えることができるのか。できます。では、リンドのお願いいたしますね。はっ、参る。なるほど。しかし凛殿にはまださらなる奥義がございまするゆえ、こたびはその奥義を見せていただこうと思いまする。かしこまりました。では凛殿お願いいたしまする。うん、奥義というのはどのような技じゃろうかな。楽しみにしておいてくださいませ。では参る。忍法回転捕縛の術。お見事じゃ。なんじゃ、空中で動きよったわい。は、空中で半分滑りました。さようか。は、以上アルワザのリンドマにある忍術披露にござった。なかなかやるの。そうじゃな、見てわかるぞ。あ、ありがとうございます。さあ、この度わしが披露いたす忍術、それはこの蹴り技を使った板の破壊をしようと思う。板の破壊、さようでございます。板割りでございます。板割りとな。さようでございます。それでは半蔵様、ご用意よろしゅうございますか。皆様、からくり機のご用意大丈夫にございまするか。良さそうですな。それでは半蔵様お願いいたします。はっ、おお、見事お見事。いやいやいや、しかし半蔵様、今のあの蹴りでバスーンと割るのは中にはできる者もいらっしゃるのでは。うん、もしやする。ああ、できるという手挙げ取る者もおるな。おー、そうか、おこにもできる。おお、ではの、それではの、忍びがの訓練士の身につけた忍術、それならどうかな。さあ、こたびのパッパパー、こちら
が。おお、何か出てきたの。これあの違う、斧ではない。斧が出てきた。クワが出てきた。斧ではない。のみ。違うじゃん。これあのわしが三日三晩寝ずに作った特製の板馬力。うん。精神。人には嘘はついてはならぬぞ。まことに三日三晩寝ずに作ったのか。家康様。家康様。わし見ておりました。先ほど裏で3分ほどで作っておりました。やめやめやめ、えらい持ってくれたわな。盛りもした。しかしだからお主は盛りもせずに本当に誠に驚くべき技を見せてくれるわけだな。さようにござります。ではただし用意いたせ。それでは半蔵様、ご用意よろしゅうございますか。ナナシもっと高く。お願いいたします。それでは集中いたす。下げよ。一票と社会人列再戦。何かいろいろ聞こえ申したが。そう、これからはな、この者たちが全員力を合わせた剣舞がある。それをお主たちはしかと見届けよう。では、いざ参れ。はっ。正しき心、忍びたる者を忘れはせん。心に刃、辛くとも共に生きる民のため、笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産。
服部半蔵正成様を中心とした6名の忍びで組まれました愛知県の関東 PR 隊でございまする。さあ、こたび出陣しとる面々ご紹介させていただきまする。私が狂言語りの水蓮じゃ。拙者よろしものの三平じゃ。わしは疾風の嵐じゃ。拙者軽技のお凛じゃ。拙者一撃の胡蝶。わしが鬼の半蔵服部半蔵正成じゃ。わしが将軍徳川家康。我ら徳川家康と半蔵半蔵忍者隊ここに水産はぁ。半蔵どうしよう。多くの者たちが武士たちに会いに参ったぞ。いやこれは誠に嬉しきことにござりまする。拙者ら名古屋城にも毎日おるでな。そしてこちらにいらっしゃる徳川家康様も名古屋城におられる。ぜひの名古屋城にもの遊びに来るとえ。そしてここからはお皆と一緒にお楽しめるものを用意した。おその名も忍者体操。いや突き飛ばされましたか。いや喜んだだけじゃん。あ、喜び。もう一回言ってみ、もう一回言ってみ。忍者体操ドン。いやいや、忍者体操楽しみにしておったんじゃん。ありがとうございます。おそらく子供たちもそうじゃな。では楽しみにしておった参加するよっちゅうものは前に出てくるかい。さあ一緒に元気よく踊ってくれるもの前に出てくるのじゃ。頑張れ。さあこちらの、さあ一緒に向かって上を持ってみよう。ゆっくりな、ゆっくりな。そして何やら元気よく踊ってくれた若様姫様には褒美が出るそうなんじゃ。家康様から